やばい。まだ紹介してないのが結構ある。<laughs> やばいな。はい。ということで、どうも、戦士のひかりです。はい。こちらが、え、2日間での購入品の、まあ、ちょっとね、あのー、あとは大きいラジカセと、大きいコンポがあるんですけど、なんで、細かいものの一覧になります。うん、まあ、こう見ると、まあまあ、思ったより少なかったかなって感じですね。はい。では、これをね、サクッと紹介していきます。まあ、個別に紹介するものは紹介しましょう。まず、じゃあ、大物から。まあ、これはね、 別の動画でも出したんですけど、ゲームボーイポケット。値札とか取撮っちゃったんですけど、これ324円でした。詳しくは別の動画をご覧ください。で、これは付いてるのはね、えー、ゲームボーイカメラですね。ポケットカメラ。はい、これね、面白いですよ。なんかすっげー画質が悪い写真撮れます。ちなみに前の人のデータが残ってて、なんか女の子の写真みたいなのがの残ってましたね。で、これがまあケーブルね。これ結構便利で、64、えー、だっけ、スーファミ。 ゲームキューブ、確か使えた気がします。で、これ。これはセカンドストリートなんですけど、青いですよね。はい。これね、えー、なんだっけ、セラームーンのね、ポーチ。中にはモモクロの缶マッチが入ってます。それも買いました。で、で、これがまた便利なやつです、セドコーとかも紹介してた雑誌の付録なんだけど、ここにコードとか入れて結構ね、付け根がまとまるってやつです。これもセカンドストリートで50円でした。 これは80円かなで、中の缶バッチは1個30円。で、100円の腕時計なんですけど、治りました。これが治った経緯については、ちょっとまた別に動画撮ります。はい。ちょっとね、結構重要なことなんでね。ということで、これはね、えー、100円の時計です。カシオの時計なんですよ、一応、これでも。まあ、安いやつなんですけど、はい、ちょうど秒針が来て見えないって。まあね、画面に傷が入ってるんですけど、あー、どっちがいいだ、これ。あ、こっちか。まあ、僕が使うんでね、レディスーーなんですけどね。はい、僕使います。 で、持って、えー、こちらですね。はい。えー、まあ今ハマってる、えー、64じゃなくて、64? んどっちだなんだっけこれ。えー、っと、スーファミじゃなくて、64か。64のコントローラー2つですね。黄色とゴールド。まあいろんな色集めてて、ゴールドの本体も1000円で売ってたんですけど、まぁ、あ、高,高いかなと思ってやめました。まあ、売るとかの目的だったら買ってもよかったの。これともう1個、2個あったの。このこ金のコントローラー。ね、金の本体もあったから、 売る目的だったら買って売っても結構良かったんだけど、まあ売らないから一個いいかなと思って、えー、324円、OK。はい。324円 OK。1月入荷ということですね。でも、もって、ツイッターにもあげたんですけど、ディスクマンですね。これね、あの、え、な、充電池なんですよ、特殊な。あの、ディスクマンのほら、こういうね。これはちょっと、充電器買うのめんどくさいんで、 DC インがあったんで、やりま、えー、入れてみたんですけど、ちょっとね、ボルトが違うの入れたんで、ちょっと調子悪いんですけど、ちょっとまだ CD は読み込めてないですね。まあ、ちょっと後で何とかします。はい。で、これ辺がまあ CD ですね。これはワングで買ったやつね。はい。100円の CD が2枚。これもね、100円の CD で。ま、あ本当は2枚じゃなくて、30枚ぐらい買ってんだけど、<laughs> 持ってくるのめんどくさいからやめました。で、 えー、ミニ三脚が1個100円なんですけど、まあまあまあいろいろあって、これとかオリンパスのやつで、結構こういうのをね、あの、コンパクトデジカメに付けっぱなしにしようと思ってね。はい。なんでかっていうと、コンデジがたくさんあるんですよ。まあ今日か、今日、今日っていうか、これは昨日買ったやつなんだよ、全部。1日で買ったんだけど、1日でデジカメ6台買いました。えぜ全部動作 OK ですね、一応。まあただメモリーカードが特殊だったりするんで、まあいろいろ、まあ何ありですね。 でも使えるんで、すごい良心的なお店でした。はい、ありがとうございます。で、持って、あとどこだっけここか。はい。まあ、ワンダースワンですね。はい。箱入り。ワンダースワンここにもいっぱいあって、デジモンのやつとかいろいろあって、まあ、1個100円だったんで、ちょっとラッキーかなって、多だ大量にあったんでね。はい。ほぼ全部買いました。ダブってんのを買いませんでしたけど、ダブってないやつ全部買いました。はい。1枚100円はね、安いと思います。これも100円だったしね。はい。で、この辺が、えー、 なんだっけこれね、何のカセットだっけこれ、ゲーム、これはファミコンにいいのかなちょっと、あんまわかん,ねんないんだよまだ。これね、ファミコンなんだけど、あの、ちなみにファミコンの互換機、これがやばいっす。欲しかった互換機。てか、あのー、ポータブルに持ち運びるファミコンのプレイヤーなんで、俺、テレビゲームっていうのが苦手で、この、携帯ゲームが好きだから、携帯ゲームできるんだけど、このデカいやつはハマんないですよ。はい。で、こっちはハマりますね。はい。 まあ、一つずつしようかあ。待って、これね、これがやばいんだよ。はい。ファミコンジャンプってことでね、ピント合うか分かんないけど、あれ、りょうさんがいるの。りょうさんがいるのはいいね。あと、シティハンターとか、ホクトとか。ね、いいね。これ謎ですね。はい、謎。あ、三国史はね、もう、完全に個人的な趣味です。はい、これファミナルファンタジー1なんですけど、やってみたら、画面が小さすぎて、<laughs> なんか絵が何描いてるか分かんねえみたいな。主人公誰みたいな。どれみたいな。 これね、クソゲーっぽかったんで買いました。ケルナグール。でも意外とクソゲーじゃなかったですね。ちょっとやってみたんだけど。トップガン。これもね、かっこいいっすよ。面白かったっすよ。全部100円ですね、1枚。はい。えー、これ、三国志個人的な趣味。えー、諸葛公明伝ね。はい。みんな知ってます諸葛光明。はい、これですね。これはね、あ、これね、なんか中国のやつみたいな感じなんだけど、なんか、中国語みたいじゃん。ほら、裏とかも。だから普通にゲームは普通の日本語でしたね。ドラクエかなこれ。 で、これは本物ですね。はい。ドラクエの3ですね。でもって、これなんだ。あ、これ64ですね。カービィ。64はね、ちょっとね、こういうポータブルゲーム機がないんでね。はい。困ってます。あ、このね、値段を言いましょう。短かった。2700円ぐらいかな。確か3000円だったの。税込みで。だだいたい大体ね。で、高いから店員に値段交渉したの。そしたら2000円にしてくれたの。まあ、それでもちょい高いけど、まあ、アマゾンより安いからと思って買いました。え、無事ね、動作確認できてます。はい。 まあ、あ消すに入ってたんでね。まあ、あいいかな。はい。ちょっと高かったけどね。はい。で、これがプレステ3のソフトで少々傷だりとか言っても問題ないですね。まあ、まだプレステ3はね、あのー、プレイできないんですけど、一番、今のうちから集めてます。魔装ジン知らないっすね。スーパーロボット対戦かな。はい。108円なんで、108円のプレステ3のソフトは、大概、えー、キープしてます。これが、 えー、まあガンダムっぽいスーパーロボット対戦で。あ、これはいいよね。2も。面白そう。こういうゲームの方が好きかな。あ、これ DVD か。ラドン。これはね、あの、ディアゴスティーねラドンやつですね。ラドン。普通に面白そうでしたね。店員が入荷したばっかだった。店員が DVD を入荷したやつを並べてて、並べたのを直行で撮りました。放題組のアルバム。アルバムじゃねえや。ライブ DVD ですね。はい。Honeyfly。すげえね、これ、ね。 PSP ですね。はい。これと、全部100円ですね。これ100円。はい、これも、これなんだっけ。これが面白そうなんだよね。ゴッと、あ、でも、ちょっとグロ系があるのかな。ガンダム。あ、そうそう、これ面白い。あ、これじゃないや面白いのは。あ、これこれね、帰ってから気づいたんだけど、俺200円の1個買ってたんだよね。あ、これをミスった。久しぶりにミスった。これミスった。これ面白そうなんだよね。これこれ。言うかな。ガンダム対ガンダム。 全部ガンダム。変なおじさんみたいなガンダムいるし。面白そう。面白そうです。はい。あー、そうだ。これ紹介してなかったですね。はい。えーとですね。なんだっけな、これ。えっ、ー、と。拡張ラムカートリッジセガサターン4メガ。なんかね、これがないと遊べないゲームがあるらしいんですよ。はい。これはね、決してメモリーではないんで。はい。バックアップメモリーだっけな。そういうんじゃないんで。はい。あとこれね、ハードオフで、かな。フハースだっけな。ハードオフか。 で、まあ、安くなってました。いっぱい大量になりましたね、これ。新品のがねあの。いろんなグレーとかシャランキューとかのが大量にありました。アーティスト公認。はい。久保と忍のラララララブソングの、えー、なんだっけ、オルゴールですね。写真立てオルゴール。ちょっとこう回す。ますかまあ、こんな感じで。ちょっと、今ちゃんと回せんのねん。ビニールがあるから。で、DS のソフト。伝説のスタッフィー。 サーミーじゃないのかよ。伝説なのかよっていうね。これ100円ですね。あんで、これはね、またね別のリサイクルショップで買いました。はい。ニンテンドックス。これ100円でしたね。面白そうですね。でね、あのー、コンポとか、あとラジカセも直ったし、あと新しくラジカセも買ったんで、もう今のね、時代はカセットですよ。ベンチャーズですね。はい。みんなアルバムですね。カセットは100円だったりするんで、 対外アルバムしか買わないんですよ。だからこの値段見て、2900円以上ぐらい、2800円以上か。とかが対外アルバムなんで、まあ、そこ見て判断した方が早いですね。あ、ここには書いてない。これ書いてないか。書いてあった。これですね。書いてないですね。どうですかこれ、あ、こほら、2700円。ま、だいたい2000円以上ですね。だいたい800円とか1000円がシングルなんで、それも、それが100円などちょっと高いじゃん。ま、あアルバムなのになっあれ渡りってやつはもう一個買ったんだけど、あっちで今ね、ラジカセに入れっぱなしですね。 やつははももう一枚も買いい。ました、はい。こんな感じです。あ、そうだ。でジカメを一個ずつ紹介しましょう。オリンパス。これ、金の方ですね。これ、昔流行ったらしいんですよね。こういうの。まあ、前も話したけど。ちょっと流行ったね。まあ、みんながよく使ってたっていうか、家族の人とか。これ、銀ですね。ちょっとタイプが違うのかな。で、これはね、あの前回動画で紹介したやつですね。二百円。あ、これは三百3三百二十四二百十六円、二百十六円。 これも多分216円。これはね、いいっすね。これ完璧に動けました。これバッテリーなんですけど、バッテリーも入ってました。レジ裏のカゴから取ってきたんで、はい。これも完璧に動けましたね。216円の。あ、違う、216円か。あ、216円だ。の、えー、ソニーの。これね、サイバーショットなんだけど、あの、メモリースティック使えるんで、メモリースティック持ってるんで、よかったです。で、これですね。これ100円なんですけど、普通に使えたんですよね。びっくりした。夕飯食べながらチェックしてたら、 そう。夕飯食べながらじゃないか。チェックしてたら、普通に動いたんで、おーっと思って。100円だから期待してなかったんですけど、まあなんか、お店に並ぶ前に買ったんで、なんか籠の中でごちゃごちゃやられて壊れたりしてないと思うんで、これすごい良かったですね。なんかね、今日だね、すごいね、あの、なんか、今日ね、1月の、えー、何日だっけな、7日かなが、すごいね、お店安かったですね。あの、 ハードオフに関しては、すごい入荷が多かったっすね。品出しする品がどこもすごいあって。なんか新入荷。だから、年末に買い取ったのをちょうど出したタイミングだったのかもしれないです。ちなみにオフハウスはね、6日からね、てかオフハウスに限らず、古着屋が結構、ウィンターセールじゃないけど、年に2回ぐらいしかやらない、冬物とか、服半額セールとかやってたんすよ。そこで俺は、もう服とか、カバンとか買ったんですよ。あ、それ紹介した方が良かったかな。 ま、服とかはまた、なんか俺のチャンネル最近、うん、ちょっとハード系ばっかだから、服とかもやろうかな。うん、服と、あと、ポーターのカバンとかも買ったんで、ちょっとそれも紹介したいですね。半額だと安いっすね。キングファミリーね、はい、もう行きます。明日。明日もね、ちょっと、リサイクショップ巡り。もう冬休み中はリサイクショップ巡りまくります。はい。でもって、こいつ本当おすすめだからみんな。てか Amazon で買ってもいいと思う。なかったら。 あのね、めっちゃ軽いくて安っぽいから、店員が間違えて324円とか、下手したら100円とかつけてる可能性があるから、もうあったら即買いして、いらなかったら俺にくれ。<laughs> あとね、スーパーファミコンができるやつとかもあるんだって。うん。これはファミコンしかできないし、うん。なんだけど。だから俺ファミコンは本体買わないことにしました。 64とかは買ってるけどね。あと、スーファミも多分本体買うと思います。あと、あっちにね、XBOX があるんですよ。あ、プーさんじゃなくて、あっちね。あの、ブラウン管テレビの左側。あれ、XBOX なんですけど、なんか、前遊べてたんだけど、遊べなくなっちゃいましたね、なんか。500円で買ったやつ。はい。で、下の、え二、ー、つ、AV アンプがあるんですけど、見えるかなこれ。AV アンプね、両方ともちょっと今、修理中。 やばいっす。はい。で、これは、下の CDJ は修理成功して、今使えてますね。はい。まあ、AV アンプの音出し用に使ってます。ちなみに、あと、ぶっ壊れてる CDJ が1個と、あと、まだ動作確認すらしてない CDJ が1個あるんで、今から動作確認します。あと、でかいラジカセも後で紹介します。あとね、今日ね、CDJ が100 1000円で売ってたんだけど、俺が持ってるのと同じやつで、同じ故障の仕方してたから、まだそれはちょっと問題が俺の方が解決してないから、 ちょっとね、ゴミが増えても困るんで、買わなかったっすね。はい、ちょっとね、やばいっすよね、物が。<laughs> ここで、ね、部屋が散らかりまくっちゃってますね。まあ部屋じゃないんだけど、ここは。俺の倉庫なんだけど、倉庫って言うか、倉庫部屋にしてんだけど、勝手に。はい、頑張りたいと思いますということでね、ちょっと長くなっちゃったけど、まあ、ここら辺が嬉しかったですね。持ってなかったハードを変えたんでね、はい。あ、これは普通のリサイクルショップですね、買ってますんでね。はい。 これからはね、ちょっと俺、ベタなんだけど、ファミコンをちょっと収集しようと思います。ほんと面白いんで、これで遊べる。しかもね、これね、だから内蔵ゲームもね、20個ぐらい入ってんだよね。すげえそれもね、単調だけど面白かったっすね。で、えー、これね、ワンダースワンはまあそ、いずれね、ワンダースワンでも後回しだな。うん、まずはファミコンから遊びます。あと、ほんでね、この時計の動画もお楽しみに。はい、長くなりましたが、以上です。あざっす。